えー、こんにちは。速のコボですあの。吉谷さんねやっぱりねアップル TV それからプロジェクターいいですねあの、私たちはやっぱり見るものによって気持ちが高まったり気持ちが沈んだりいろんな影響を受けると思うんですよですんでねやっぱこう視覚にこだわることってとってもいいと思うんですねで一つはメガネですよねあの、視力悪い方はメガネをすごくいいのにして毎日きらびやかな絵を見るようにした方がいいと思いますし美しい女性の笑顔を見たりとかね でかっこいい男性の筋肉見たりとかとにかくいいものを見ることいいものに触れることが自分の運気を高めていって自分がよりいいステップにね進むそんなあポイントになると思いますですんでアップル TV にしてもプロジェクターにしてももう最大限の自分への、ね、自己投資になると思いますねしかもやっぱり吉谷さんも私もですけども買ったものをねすぐに現金にしていくっていうねこのサイクルがあるのが強いですよねちょっとやそっとじゃあこのねお金を作るサイクルって破れないと思いますからね さあそれでですね私今普段と違った角度で映してるんですけどもこれ見てください一つの画面にちょっと遠くで見えないと思いますけども香港のねカンフースターが映ってますマックスちゃんって言いますでもう一つの画面マックスちゃんこちらですこの方はカンフーの武術の達人でありねそれから不死家庭の、まあ、とっても気のいいパパなんですよで子供からとっても お父さん信頼されてましてで生きるためには仕方なくね悪にも手を染めていたんですけどもでもやっぱりね普通の暮らしがしたいなとやっぱり自分の心の中にある武術の正義の精神は裏切れないなってことで断るごとに悪から寝返って <laughs>、あのー、正義の味方のね何て言う味方をするんですよ正義の味方の味方って変ですけどもねなんかすごく美味しい役ですよね最初はちょっと悪党面で出てきてね 影があるようなな感じなんですけども主人公がピンチの時にはぐっと寝返ってねそして一緒に悪をやっつけるみたいなで自分の正義に目覚めたみたいな感じになるんですけどねあのまあストーリーはいろいろとあったんですけどもあの誰の心にも正しい心とねこのちょっと後ろ暗い心ってあると思うんですよでも正々堂々と生きていこうと思ったら人に後ろ指さされるところがあっちゃいけないかなと思うんですよもちろんどんなことをしても人によってはね ケチをつけるる人っていると思うんですよ。どんなに上級者になってもどんなに有名になってもどんなに謙虚になってもどんなに正直になっても攻撃してるる人っていると思うんで,すよでもそんな時でも自分の中の、うん、正義にねやっぱりこう後ろめたいことがないようにしていけばやっていけるんじゃないかなと思うんですよね。でビジネスの上の正義って何なのかなってこれはまたいろんな解釈があると思いますけども私はねお金を払った人が喜んでいることじゃないかなと思うんですよ。 お金を払った人がやられたって感じないことだと思うんですよ。で、やられたって感じさせるのは何でかっていうと、販売のテクニックで売っちゃうとそうなると思ってるんですよね。まあ、ですんで、私は、この人にだったらお金払ってもいいかなっていうふうな関係が生まれるまで、まあ、今節丁寧に貢献していく、Q&A に応えていく、どんな時でも動画の編集をしていく、ワントゥーワン動画でえ熱いメッセージを伝えていく、この繰り返しだと思うんですよ。もちろん手手間間かかかかります手間がかかって どれだけやっってももずーっと入金に至らない方もい方ます商品買ってくれない方もでもそういうことじゃないんですよねこれね非効効率率に見えて最も効率がいいんですよ動画を量産するとか断るごとにこうやってね YouTube で返信するとかそれから自分の買ったものとか自分の興味があることをいちいちいち,いち動画にしていくこともっともねこれ効率がいいですよねえだってね一回作った動画ってずーっと生きてるんですよ ずーっと再生されるんですよでも日当8,000とか1万円で働いてしまった仕事っていうのは次の日かかから何か生み出しますすね多分ないと思うんですよもちろん労働は貴重なことなんですけども金銭的にはなかななかか報われないんですよ、ねまあ、ですんで片方ではどんな時でもお金を生み出すようなそんなね、えー、インターネットの力を活用するテクノロジーを使っていくもう片方ではやっぱりね自分が汗をかく尊さを忘れないでおくその両輪だと思うんですよ。 もちろん、だからといって、ボランティア活動をしましょうっていうことじゃないんですよね。どのくらい労働が尊いかってこと、別に動画でしゃべってもいいわけですよ。そして、自分なりの思いとか、えー、他者がね、大切にしている正義とか、こういったものを紹介していくことだけでも、多くの共感と集客っていうのはできるんじゃないかなと思うんですよ。はい、それではですね、吉田さんが、まあ、いろいろとね、やっている中で、私もね、この夏はいろいろやらせてもらいました。8月31日、本当に悔いなしの2ヶ月間。 夏の7月、8月を送らせてもらいました。どの1日を取り切り取ってもね、どの1時間瞬間を取り切っても、私は久保哲郎で生きていて良かったなと思える日々でございます。あなたはいかがでしょうか。それでは、いってらっしゃい。